て奇遇だな。仕事は順調か？君たちやカンウン先輩のおかげでだんだん慣れてきたわ。でも最近仕事中に気が散ってしまいがちで落ち着かないの。話すと長くなるんだけど、父上が体のことを理由に天数を辞任することになって。え、天王寺に何かあったのか？正確には父上曰く体の不調はないらしいんだけど、気力が落ちてきてるっていうの。誰しもいつか老いる日が来るってよくそう言っていたけど、実際に顔のシワがどんどん深くなっていくのを見ていると、やっぱり何とも言えない気持ちになるわ。そうだ、父上は今頑丈茶室の2階にいるから、よかったら会って行ってあげて。父上は君たちのことをすごく気に入ってるみたいだから、もし話をしに行ってくれたらきっと喜ぶと思うわ。そうだな、じゃあ早く行こうぜ。Thank you.
ございます。こんなことがありまして。Thank you.